はいどうも画面28義務会の論理性よろしくお願いします。ゴールデンウィーク終わっちゃったよガオガオということでね、今回も張り切ってスターフォースポケットプラスプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、先日いや最終日にねやるつもりやったんですけどやっぱり疲労困憊、ちょっと疲れがねあのピークに達しておりましたのでね、申し訳ないですね。お楽しみにしていただいてくれて、お楽しみにしてくださってた方もね、中にはねいるかと思うんですけれどもね、申し訳ないですね。いやーできなかった。ということで、今度の、生配信の時に、シミレースはですね、今書いてるねオラ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 ねっていうのと、無駄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 っていうのとのね、っていうのと、あれ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 これ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 どれどれどれあれこれそれどれのね、やつをやっていこうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回も張り切ってスターフォースポケットプラスプレイしていきたいと思います。コメント高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあもういいやろうということで、もう残りね、あと1ヶ月もないですので、もう今ね、サービス終了が決まってから流行りのね、レース、あれじゃ配合っていうのをねちょっとね、紹介っていうかねやっていきたいなと、ね、思います。まだねもう多分もう出回ってるからまあいいかなと思うんですけれどもね、まだひょっとすると知らないっていう方もねいらっしゃると思いますのでね、紹介していきたいなと思います。はい、そしたらですね、まずはレジェンド生産をします。はい、で3代目に確実に虹になる三大始祖の、まあオルコックも含めてなんですけど、四大始祖の特性を兼ね備えた馬を生産するということですね。うん、その手順として前回の、生配信の時に紹介しました。前回ね、動画で、紹介しました。まあまあ、その、ダイワスカーレットと、まあ、バーミリアンの配合ね。まあまあ、ベースとしてはね、これ。まあまあ、これと似たようなことですよね。そう、スカーレット、インク。そして、サンデーサイレンス。ノーザンテイスト。ここら辺のね、もうニックス、18奇跡のニック。奇跡のね、インブリードがかかりまくってる。これをね、これに似たような現象をね、自力で起こすという、そういったとこですね。そこで必要なのは、まず、スカーレットブーケ。まあ、まずざっくり手順を説明しますと、スカーレットブーケとディープインパクトでヒンマを作ります。ね。で、そのヒンマに、今度は三大始祖の三大始祖をつけます。まあ、やりやすいのはバイアリーなので、今回はバイアリーで説明しますけれども、バイアリータークをつけますと。で、男の馬を作りますと。で、そして最後に、ダイワスカーレットを持ってくるということですね。そう。だから、電動馬を見ていただくと、電動馬ランキングを見ていただくとね、今もうスカーレットブーケがお母さんで3代目。ね、3代目で、お母さんがスカーレットブーケっていう馬がね、乱立してるかと思うんですけれどもね、それはね、そういう配合をしてるっていうことですね。おそらくね。はい。ということで、サクッとちょっとね、やってみたいなと思います。まずはスカーレットブーケとディープインパクトで、生産します。はい。ということで、まずは、ディープインパクト×スカーレットブーケでヒンマを作ります。この時はね、もうヒンマだけでいいので、条件はヒンマを作るということだけでいいので、ヒンマ、貝。ね、ヒンマのお守り、貝をつけるのを忘れないようにしましょう。まあ、ここでね、まだヒンマを作ります。ここはもう別にね、ヒンマを作
振るだけで大丈夫なので、まあ条件はね目で気にしなくて大丈夫ですと。さあそしてね、ヒンマがまずねできましたよね。さあデビューさせましょう。特に走らせる必要はないです。気合い入れていくわよ。特に走らせる必要ないというか、走らせる必要は全くないです。この子なら心配ないわ、はい、ただいまより。さあこれでいいかしら。で今はトレセンが無料なので、あ、トレセンね、キーがねついてるんで、もう即完了しますので、あら、いいじゃない。とにかくトレセンに入れて引退させましょう。あら、いいじゃないね。さあそして引退です。そして繁殖に回しましょう。さあそして2代目ね。さあここでバイアリータークですね。今はねもう伝説の羽も多分皆さん溜まってると思いますのでね、さあ使って回復させましょう。どんどん行きましょう。でないよっていう方はね、今多分石が配られ、毎日50個配られてるので、まあ結構ね溜まってるかと思います。ガチャをね、ノーマルガチャを溜まってると思いますのでね、まずガチャでね、これかスターホースガチャね、これでねメダルを当てて、そしてノーマルじゃメダルガチャでねゲットする、お守りをゲットするね。もうメダルも多分余裕があると思いますので、まあメダルガチャでゲットすれば大丈夫ですよっていう、そんなとこですね。さあそして2代目にバイアリータークをつけます。おそらくね三大子孫の、あの特性が一番強いと思いますので、まあつけやすいね。まあなんでバイアリタークかっていうのは、まあまあ後でちょっと軽くね説明するんですけど、でここで生産をしますというところなんですけど、最後ダイワスカーレットをつけますのでね、男にすると。そして、特性を、最後にね、自家製産の特性をね、の守りを使うので、この時点で、特性を進化させとけ、解かないといけない。っていうことですね。はい。ね、これでバイアリタークの、系譜、プラスがつく配合ですね。まあ、ここもね、特に、後先考えずに、ぴょこっといきましょう。まあ今ね、素質紫でしたけども、元気いっぱいね。気にすることはないですね。どんどん行きましょう。さあ、ということでね、デビューさせましょうか。気合い入れていくわよ。まあここまで来たらもう、あ、なるほど、そういうことかと。ね、思われも、これでいいかしら。ね、お気づきになられてる方もね、多いかなと思いますけれどもね。さあそして、トレセンでシューを回しましょう。いいじゃない。あら、いいじゃない。ね、ここでねおそらく、え、あ、まあいいか、回しましょうね。で引退します。さあそして3代目ですね。これで三大子祖の、特性のついた二次素質の馬が生まれるというね、馬だけにね生まれるとね、まあこうそういう風にねうまくできてるわけなんですよね。さあそして最後にダイワスカーレット
ね、をつけますと。そしたらね、サンデーサイレンスの 18.75 だけなんですけれどもね、おそらく、もう真っ赤っかの状態です。真っ赤っかの状態ではあるんですけれども、おそらく、スカーレットインク、ノーザンテイストの 18.75 もひょっとするとこれ反応してるんですよね。うん。おそらくね。そうなんですよ。で、生産するとすると、確実になってるんですよね。うん。いや、さすがにちょっとサンデーサイレンスのね、18.75 だけで確実になるとは思えないんで、おそらく、スカーレットインクであったり、ノーザンテイストだったり、ね、っていうところも反応してるんじゃないかな、というような気はしますけどね。まあ、その辺はちょっとわかんないです。詳しくわかんないんで、おそらくそうちゃうかなっていうね。はい。というところなんですが、さあ、バイアリータークの系譜プラスっていうのは、ボバであって、瞬発力が SS っていうのが必要なので、お守りを使用しないといけないですね。で、あと、インブリードもかかりまくってるので、体質がね、ちょっと悪くなりがちなんで、お守りをここでね、入れていかないといけないということです。まず体質、ボバね。で、そして体質。で、あとはね、限界突破を一つ。そして、あとは海外、遠征、芝、砂。まあ、芝はね、まあ、20丸になると思うんで、別になくてもいいかなと、思いますが、一応ね、つけときましょう。さあ、そして、距離。がね、距離がね、距離の中長距離、確実に走れるようにしときましょう。ね。万能中長距離。そして、瞬発力。これつけると。まあ、これ、ここがまず、まあ、これだ、まあ、必要なのはまあ、これなんですけど、まあ、これだけはまあ、きっちりつけると。そしてまあ、ね、芝も後でトレセン入れるのもあれやし、ということでこれもつけましょう。で、瞬発力をね、つけてるんで、他のやつはつけれないですね。スタート、勝負根性とかね、つけれないです。だから、あと一個ね、道悪をつけるのか、まあ、素質、超素質をつけるのかっていうところですけれども、まあ、虹になるんで確実にね。道悪をつけときましょう。これで、準備は整いましたと。うん。ダイワスカーレとかね、どうしても瞬発力 A なんで、そこだけなんですよね。うん。さあ、行きましょうか。まあ、これで、バイアリー。あぶねえ！あぶねえ！ほら！ね、やらかしそうになってたでしょう。はい。なので、ここでね、一番忘れてはいけない。ね、自家生産特性。ね、これ。危ない。これを忘れていけないですね。うん。だから、ボバのお守り、体質、限界突破、自家生産の特性。そして、万能中長距離。もうこれは絶対ですね。うん。で、あとはもう海外遠征でもいつも通りのやつなんで、まあ、これもね、まあ、絶対かなと。っていうところですけれどもね、もう絶対忘れてはいけない。他の忘れてもなんとかなるかもしれないですけどね、これだけは忘れてはいけないね。さあ、それでは行きましょうか。これでね、確実に虹が生まれるんで。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、特性、これあれか。継承率、関係あるんかな？ね、継承率もね、回復させておきましょう。おお、危ない。はい、ということで、もう一回付け直しましょうね。もう、段取り組んでないから、もう、ほんまに。まず、ボバにします。体質つけます。で、限界突破ね。そして、海外遠征芝、砂。そして、瞬発力。場の中長距離。そして、自家生産。ね。これでね。行きましょう。はい。ということでね、これで行きましょうか。これでね、三代目で、バイアリーター、の系譜、プラスがついて、二次素質が生まれるので、お手軽ですよね。ね？黄色で始まるでしょ？ほらー。
高確率でね、いや結構な確率でね、あのキュイーンまで行くんで、これ結構ね、これ結構外れ目ですね。うん。さあというところでね、虹が確実に生まれるというね、そんなところなんですけれどもね、いやーどうでしょうかね。結構虹のバグンでしたけども、結構な確率でキュイーンが出るので、そうなんですよ。なのでね、結構今回はまあ外れかなっていう、そんな感じなんですけど、これのね何がすごいかっていうと、今ね、まあもう一回ね再現するんですけど、いやいや信じれないでしょ、いやいや今たまたまなったんじゃないの虹にね、みたいなことを、まあ皆さんね疑問に一回だけですから思われるかもしれないですけれども、これの何がすごいかというとね、実は最初僕トレセンに入れて回したんですけれども、最初ね僕トレセンに入れて回したと思うんですけれども、まずおさらいねしましょうね皆さんね。まずはディープインパクトでヒンマを作りますと。さあ、まずね、スカーレットブーケでヒンマを作りましたよ。この子なら心配ないわ。ただいまより、これでいいかしらね。まずね、スカーレットブーケでヒンマを作りましたよ。この時ね、僕ね、さっきトレセンでね、長期育成でね、トレセン回しをしたと思うんですけれども、実は最初のこの1回目、好きに遠征に出しましょう。そして今ね、石余ってると思うんで、まあまあね、すぐ遠征から返してくると。まあこの時点でね、メダルをね、はい、6万ぐらいゲットできるんですよ。だからね、もうね、いや、メダルがもうないんだよっていう時でもね、何の問題もなく作れるというとこなんですよね。いやいや、遠征に出しちゃったら素質がね、なくなって、いやいや、次繁殖に回せないでしょ、みたいなことを、やっぱりね、思うんですけれどもね、一発目のここはね、もう遠征に出して、まあ、6万なり、7万なり8万なりね、まず稼げるという。さあ、そしてさあ、バイアリタグでね、まずボバにする、で特性を進化させるっていうところですね。はい、それでデビューさせます。まあ、ここは、ここでね、ここで遠征はちょっとやったことないですけど、多分ね、ここで遠征はちょっとやったことないですね。うん。だからもし、ここでね、遠征出しても問題ないんだよっていう方がいらっしゃいましたらね、教えていただければなと思います。さあ、で、ここはね、まあ、トレセンで、まあ素質を下げないように引退すると。パラメータも上がりますしね。そうで引退させて、で繁殖入りさせますと。そして最後ね、ダイワスカーレットですね、これね。うん。でなぜこれがね、2代目。じゃあ、バイアリーじゃなくてもいいの？ダールアラビアンが好きなんだけど。
いや、ゴドルフィンバルブの方が、ね、私は好きなんだよね、みたいな方もね、いらっしゃるかと思いますが、基本的には問題ないです。どれでもできます。はい。虹は生まれます。ただ、瞬発力がね、お母さん A なんですよ。そう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 。で、ゴドルフィンだとスタート。で、誰だと勝負根性。っていうような形なんですけれども、だから、ね、お母さんの、お父さん、相手のね、ダイワスカーレットにつける相手の状況によっては問題ないかと思うんですけれども、どうしてもやっぱり瞬発力がね、少なく、下手するとね、瞬発力がね、足りない馬がね、生まれる可能性がね、あるんで、馬なだけにね、生まれる可能性があるんで、だとしたらもうね、瞬発力のお守りをつけちゃうっていうところで、瞬発力 SS にしようってなってくると、バイアリータークが、向いてるというような形ですね。なので別にね、どれでも大丈夫です。どれでも、やりようはあるんで、そうですね。まあ好きな馬を前に持ってくればいいですよ。だから、白き思想つけたかったら、もうね、頑張るしかないですよね。ただ素質自体はね、どれをつけても虹になりますよというところですね。はい。で、お守りをつけましょう。まずボーバーにすると。そしてまあ体質が悪くなって体質。で、限界をね、突破してもらわないと困るので突破させる。で、海外と遠征はね、やっぱ得意コース、得意にしときたい。で、芝とダートもまあつけとこう。で、勝負、瞬発力。で、万能中長距離。これで最後にね、自家製の特性。っていう感じですね。だから、もう、ここら辺はね、トレセンであげるから、いいよっていう方はね、こうしても、ね、素質が上がって、吸引がね、生まれやすいんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ、こういう形で、まあ、もう一回行きましょう。桜吹雪待てねえ、高速道路の真ん中を子馬が駆けてゆく、岩を避けて最後はキュイーンと駆け抜けていかんのかい、駆け抜けていかへんのかいということでね。おお、レア演出出ましたね。さあ、ということでね、いかがでしたでしょうかっていうね、現在というかね、もう結構1ヶ月前ぐらい、もう差しがね、決まってからもうトレンド入りしております。ね、お守りがたくさんもらえるからこそできる、ね、配合ですよね。体質もね、つけれますし、もう、アイテムが余ってるからこそできる、ね、トレンド配合となってます。三大始祖の、始祖のね、特性がついた、二次素質の馬ということですね。はい。いかがでしたでしょうかっていうね。三代目、ダイワスカーレットをつけるとね、最初に、スカーレットブーケから始まって、三代目、ダイワスカーレットで、確実に、虹ができますよ、っていうね。メダルもね、最初遠征に出すことができるんで、メダルも減らないと。まあまあもう、あまりに余ってると思うんですけどもね。メダルがちょっと馬券で使ってないんだよっていう方もね、安心して、回せると。で、今生産でね、まあ、喋りながらやってましたんで、まあ、30分ぐらいで、まあ、2頭っていうような感じでしたけど、もうね、黙々とやれば、ね、黙々とやればもう5分に1頭、アイテムがある限り作れるというような状況なのでね、ぜひ、5月の31、最後の日までね、みっちり、100万目指して、まあ、今はもうね、130っていうのが出てますのでね、まあ皆さん、最後まで諦めずにね、やっていきましょう。それではね、今度の生配信でやる、趣味レースは、オラ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 、ムダ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 の、ジョジョレースを、あれ、これ、それ、どれの、ドレース、ね、
コレース、ソレース、ドレースっていうことでね、やりたいなと思いますので、ぜひ、ご興味のある方は、生産してね、参加していただければなと思います。それでは、ね、ご視聴。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。まだやっぱり寒暖差がすごいんで、皆さん体調の方気をつけて、今日も元気に、頑張れっつ